いらっしゃいませ。見ての通り射的の屋台だよ。敵屋も大事なしのぎだからね。ふざけんじゃねえですよこのクソボスだな。てか私が縛り上げられた上に射的の的にされてるってのに、何のんきに防寒決め込んでやがるですかお兄さん。まあ確かに説明はいるよな。いや実はボスがさ、ジオゲヘナの標語ってのをずいぶん気に入ったらしくて。弱肉強食、いい言葉だよね。ってことで懲りずにいたずらしようとしてあっさり私に捕まった祈りちゃんを射的の景品にしてもいいってことだよね。いいわけねえですよ人に。そんな物騒なもん、うーい、負けんなですよ。ピャー、動くせいでなかなか当たらねえな。おい姉ちゃん、こいつに弾を当てたら本当に持って帰っていいのか。みんな腹を空かせて待ってるんだ。もちろんオッケーだよ。食べるところはあんまりないかもしれないけど、サクサクポリポリつまむにはいいんじゃないかな。ちょ、おやつ感覚、私は食いもんじゃねえです。ほら私なんかより美味しそうな景品もあるじゃないですか。なんかここの連中って甘いもんより肉って感じなんだよな。まあ珍しく人気者になれてるところだから悪いんだけど、食われるわけにはいかないからさ、助けてやってくれよ。簡単な話さ、他の客より先に君が祈りを打てばいい。心配しなくても音が派手なだけで実弾じゃないぜ。おめでとう。これで祈りちゃんは君のものだよ。何でも好きなことして楽しんでいいからね。ボス、その言い方はいろいろ誤解を招くだろう。もっとも権利があるのは事実だけどな。お兄さん、まさか助かったと思わせてから落とすなんて、えぐい真似はしねえですよね。はあ、ですよね。お兄さんは私の子分ですからね。仁義のわかる男だって私もわかってるですから。なんだ残念。でもそれなりに楽しめたから許してあげようかな。忘れてたですけど、そういえば普段から何でも食べて、え、冗談でしょ。本気でビビったじゃねえですか。なんだ残念。でもそれなりに楽しめたから許してあげようかな。ほんと散々な目にあったですよ。さっさと屋台なんて畳んでランドセルに帰る。